はい、どうも、ようこそ。ダンスタジオタートルチャンネルということでね、本日も私、クーニーが皆様に楽しいダンスをお届けしちゃいます。はい。今日なんですけど、ソウルダンスでね、よくあるというか、よく使われている動き。こちらも名前が判明しましたんでね、改めてお伝えしようかなと思います。LA ストンプというステップでございますね。はい。ということで、LA ストンプということで、ちょっと話ね、戻っちゃうんですけども、年始あたりにですね、ちょっとアンケート取りまして、はい。何百人かの方にね、ちょっと回答いただいて、ありがたかったんですけども、ロックダンスをマスターしたいっていうのと、そろそろソウルダンスもかっこよく踊れるようになりたいっていうのとね、幅広いダンスをマスターしたいっていうのと、あと、ダンディ中野にダンスを教えてもらいたいっていうの4つをね、アンケートしましてね。見事にダンディ中野ね 8% ということで、すごいね、人気なかったんでね、ちょっとまた彼にも言うときますけどね、人気ないよって言うときますけどもちょうど半々ぐらいになりましたね。 30% 後半と 30% 前半ぐらいで、ロックダンスとソウルダンス、ソウルダンス一番やったんですよ。ソウルダンス一番やったら、やっぱりソウルダンスもうちょっとみんなかっこよく踊りたいのかなと思いましてね、はい、ちょっとこっから今日は大事な動きというか、コツを3つぐらいね、ちょっと連続でね、今週はお届けしようかなと思うんですけれども、もちろんロックダンスもね、続けていきますし、ちょっと捨てがたいのはですね、幅広いダンスをしたいという方が 22-23% おられたということで、やっぱこれもね、この方々もほっとけないんで、またどこかでね、ちょっとこうジャンルレスなといいますか、ジャンルをちょっと飛び越えたものをね、またお伝えしたいと思っておりますので、早速じゃあちょっと話戻りまして、 LA ストンプやってみたいと思います。はい、ということで、今日ちょっと豪華版でいこうかなと思います。それぐらい LA ストンプってね、使える用途が広いというか、もういろんなものに入っているっていうことですね。で、LA ストンプっていうぐらいから、LA でのストンプですね。ストンプはジャズとかの音楽に合わせて、地面踏み鳴らしたりね、叩いたりっていうことなんですけど、LA は西海岸ですから、西海岸の方が注目されたっていうのはゴールドラッシュぐらいの時代ですからね、1800年代中盤から後半にかけてぐらいですかね、それぐらいにもちろんアフロアメリカンであったりとか、メキシコのラティーノの方とかが西海岸の方に行かれたんじゃないかなと思いますね。その時ら辺にいろいろ混ざっていって、ストンプ、LA ストンプっていう名前になったということなんで、合ってないようなもんですよ。もう様々な動きがあるわけですね。で、ソウルダンスでよく使われてる LA ストンプっていうのは、こういうふうに、ただ足をちょっと折り曲げながら上げていく。これだけですね。シングル、シングル、ダブル。シングル、シングル、ダブル。ということで、下に打ち付けるっていうことなんで、この奥方、最初の地鳴らしの方、取った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 っていう感じで取っていただくといいと思いますね。もちろん片足に乗るので、お腹、背中の付け根、股関節、足の裏っていうのはいつも通り、で軸足の方を柔らかく取っていただいて、上げた時に軽くダッキング曲げてあげる。で、あんまり体を落とすと、できることはできるんですけど、体非常にしんどくなります。この動きとこの動きはなかなか一緒に、できますけどね、できますけど、やりすぎるとすごいやりにくくなってくるんで、お尻抜けますからね、はい、いい感じで、程よい感じでダウンしてもらったらいいと思いますし、やはりここでの動きを強調してるんで、あまり上がね、動くと、どっちを見せたいのか分からなくなっちゃう。もちろん、ダイナミックに見せたいんだって言ってやる分はいいとは思うんですけども、基本的には、ちょっと上を押さえて、いつも言ってるこの三角ゾーンをですね、安定させながらやってあげるといいんじゃないかなと思います。今、さらりとライン作りましたけど、この足に対してのこの手というラインを作ってます、僕は。はい。わかりますかね。はい。ラインも人それぞれなんですけど、ちょっと参考にしていただいたら、何か共通するもののラインっていうのを一個作ってあげることによって、見てる方すごい安心感出るんでね。はい。なんとなく手つけるっていうところまでできた方は、この足のラインに俺合わしてんねんっていう、なんか一個法則決めてあげるとね、いろんなダンスすべてですけどね、
なんか考えてもらってつけてもらうといいのかなと思います。なので、今日は右左右右左右左左という感じで、これ右左やってみたいと思います。まあよくあるパターンで、回る回るってやつですね。まあ下にケーキがあると思ってね、ケーキを4分割ぐらいしてもらって、そのラインのところぐらいを目安にやってもらうと非常にこう法則的に回れますんでね、回るパターン。まあ他にもですね、まあ、チャチャ、ソウルチャチャに帰りに入れてくるパターンとかありますね。あ、あ、は、は、は、あ、は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 、って感じで、ソウルチャチャに LA ストンプを混ぜるパターン。はたまた、まあ、ハマチャチャですね。フリーチャチャにあるオールハンドベンツっていうのとかも、ストンプの、こういう感じでね、ストンプの流れが多分入ってますよね。はい、こういうのもありますね。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、ファイ、シック、セブン、エイトとか、ワン、エン、ツー、エン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 、っていうような使い方もありますんで、よかったらこちらもマスターしてもらうと非常に応用が効くんじゃないかなと思いますね。もうちょっと詳しく知りたいかな。フリチャチャはもちろん横浜に行ってすごい方おるからそちらに聞いてくださいね。僕のやり方でしたら、左から っていうパターンと、ワンタッタアンアンアハハハハハハッと最後にベンツを入れるパターンとありますので、過去動画でベンツダブルスタンプベンツとかいうのやってますから、はい、こちらもよかったら参考にしていただければと思いますので、今日はまあシングルダブルのパターンと回るやつ、そしてまあちょっと乗ってきたらチャチャに入れてみましょうかね。ということでやってみましょう。はい、はい、ということでね、LA ストンプということで、まあいろんなね、はい、タップとかのね要素とか入ってるんですけどね、音なんで、音遊びなんでね、はい、ストンプザイヤーという映画もありますし、これもめちゃめちゃおすすめなんで、よかったら見てみてください。まあ、音遊び満載でございますね。まあそうですね、あと動き的なこと言うと、やはり足のね、こう上げて下ろすところなんで、浮かしてる時もいつも言ってる通り床の踏み圧抜かない、つま先までしっかり意識つないでおく、お腹、背中の付け根からキュッとつないでおく、
リラックスさせるというところ、踏み込むときはしっかり体重も乗せて踏み込んであげるということでございます。ちょっとステップ難しい方は絶対にベースの方、ソウルチャットのベースの方、ベンツとかのベースの方確認してもらってからこちらにチャレンジされると上達早いんじゃないかなと思いますので、よかったら練習してみてください。またね、バイバイ。